これで少しはマドカを救える確率も上がったかしら。アケミさん、ここにいたの。探したわ。トモエさん、どうしたの？昨日のお礼、ちゃんとできなかったから。してもらったわよ。ありがとうって言っただけじゃない。十分よ。そういうわけにはいかないわ。あなたは命の恩人。もっとちゃんとお礼しなきゃ。でも、それはこれからの協力で返すって。それはそれ、これはこれよ。アケミさん、ご飯は食べた？いえ、まだだけど。よかった。お弁当を作ってきたのよ。お昼一緒に食べない？え？これから協力するんだし、いろいろ情報交換も兼ねて。ね？うん。よかった。それじゃあお昼にね。はい、これ。あけみさんのお弁当。ありがとう。座りましょう。私ね、最初はあけみさんのこと、他の魔法少女は皆ライバルってタイプだと思ってたの。無理もないわ。そういう魔法少女は実際多いから。でも違った。あなたも誰かのために戦ってたのね。私ね、そういう魔法少女他にも知ってるの。他人の幸せを願って魔法少女になり、一生懸命戦って裏切られて、その子今他の町で魔法少女やってると思う。そう、さくら京子のことね。私が契約した時って、生きるためにはもうそれ以外に選択肢がなくて、だから誰かのために契約して人のために戦うってすごい憧れるの。いい考えね。その子ともう一回会いたいな。今ならその子のこといろいろ分かってあげられると思う。あ、ごめんね、私ばっかり話しちゃって。気にしないで。だからかな、私誰かのために戦おうと思ってて、要さんやミキさんにも。トモエさん、実はあなたを助けたのには他にも理由があるの。え？近々この町にはワルプルギスの夜がやってくる。ワルプルギスの夜、噂にしか聞いたことがないけど、それは本当に実在する魔女なの？ええ、実在する最大の魔女に間違いないわ。その魔女がこの町に来る。放っておけば大勢の犠牲者が出る。噂が本当なら犠牲者どころか町一つが破壊されかねないわね。あなたを助けたのは一人でも多くの仲間が欲しかったから。わかったわ、私も協力する。ハケミさんと一緒にワルプルギスの夜と戦うわ。ありがとう、とても心強い。あなたに救われた命だもの。あなた一人を危険な目に遭わせるわけにはいかない。
今日もよく寝た。さやかさん、思いっきり熟睡してましたわね。先生が何度も咳払いしていたの聞こえませんでしたか？よかった。みんないつもと変わりない。キューベイもどこかに身を潜めたまま姿を見せないし、何事もなさすぎてなんだか怖いくらい。このまま彼女たちの身に何も起きなければいいんだけど。病院にも魔女の気配はないわね。あら、あれは。ミキサヤカ、あんなに落ち込んで。なんで京介なのよ。京介、私の指なんていくら動いても何の役にも立たないのに、なんで私じゃなくて京介なの。まずい。これは上条京介を治すために三木沙耶香が契約してしまう。待って、上条京介の指はもう二度と動かない。医師からそう言われたのね。どうしてあんたがそのことを。どんな事情があるにせよ、彼のために奇跡を起こそうなんて絶対に思わないこと。もしそんな気を起こしたら、あなたが奇跡に見合うだけの対価を支払わなければならなくなる。何言ってるの。奇跡とか対価とか一体何の話よ。そうよね、あなたには関係なかったわね。よかった。どうやら取り越し苦労だったみたいね。あんた一体何なわけ？こそこそ覗き見でもしてるみたいに、いきなり人の事情に口出しして。わかったわ。呼び止めてごめんなさい。ったくもう。行ってしまった。三木沙耶香を追いかける。けど、これ以上何か言えば、逆効果になるかも。三木沙耶香は私の言葉じゃきっと信じてくれない。逆効果だわ。まどかにお願いして三木沙耶香の契約を。まどかの家、何度も来てるはずなのに、どこか懐かしい。温かい家族、温かい空間。世の中がどんなに変わっても、きっとまどかの家だけは変わらないわね。あれ、ホムラちゃん。カナメさん、どうしてうちの前に。私に何か用。もしかしてこの近くに住んでるとか。いいえ、
今日は要さんにちょっとお願いが。お願い？何？ミキさんのことなんだけど。さやかちゃんのこと？まどか、お客さんかい？うん、お友達。そうか、この前焼いたクッキーもあるし、上がってもらったらどうだい？そうだね。ほむらちゃん、家で一緒にお茶しない？お願いもそこで聞くから。ごめんなさい、とても急ぎのようなの。あ、そっか、残念。それじゃあここで聞くね。ごめんなさい。ううん、いいよ。それで用事って、さやかちゃんのことでしょ？ミキさやかは今上条京介の怪我のことで悩んでいるわ。うん、上条くん大変だよね。上条京介の怪我の状態はあまり良くない。それでその怪我を治すためにミキさやかは久兵衛と契約してしまうかもしれない。え？前にも話したと思うけど、あいつとの契約は自身を不幸にするわ。だから要さんにミキさやかが契約するのを止めてほしいの。それはいいけど、でもホムラちゃん、なんでそんなこと知ってるの？それはごめんなさい、今は言えない。きっと言っても信じてもらえないから。そっか、さやかちゃんに連絡すればいいんだよね。ええ、わかった、連絡しておくよ。ありがとう。おかしい。ここ数日、魔女の姿を一度も見ないなんて。まるで、熱心なハンターが先回りして、獲物を飼っているような。やっぱこの街に来て正解だった。あの声は。これだけ獲物がゴロゴロいる狩り場なんて、そうそうないもんね。桜京子。ん？あんた誰？明美ホムラ、あなたと同じ魔法少女よ。ふーん、なるほど。お仲間ってわけ？ひょっとしてあんたが噂のイレギュラー？キューベイからあんたのことはいろいろと聞いてるよ。そう、なら話は早いわ。この町には巴真美とあんた、二人の魔法少女がいるわけか。まあこれだけ獲物がいるんだ、魔法少女が二人でも十分稼げるだろうね。ただそこに私が入れば状況は変わってくる。そこであんたに相談なんだけどさ、あんたもグリーフシード必要だろ？どう？私と組まない？組む？あなたと？そう、二人で巴真美をぶっ潰してこの町から追い出しちまうのさ。せっかくだけど魔法少女同士の縄張り争いには興味がないの。ちっ、そうか、あんたも巴真美と同じ口ってわけか。この町の魔法少女は全部そんなやつばっかりなのかね。私とは関係のないことだわ。じゃあ仕方がない、私は好きにさせてもらうよ。邪魔をしたらあんたからぶっ潰し。言っとくけど、私はやるとなったら徹底的にやる主義でね。
知ってるわ。へえ、そんなに噂になってるのか。説明する手間が省けてよかった。あんたも夜道には気をつけな。今日はまだソウルジェムの反応がない。桜京子がそれだけ活発に動いてるってこと。考えものね。うわっ、あ、ちょっとどこに目つけてんのさ。その声、桜京子。そういうあんたは明美ホムラ。ったく、あんたにぶつかったせいでせっかくの飯が台無しじゃないのさ。そう、それで。どうしてくれんの？あなた、そんなにたくさんの食料、一体どこから仕入れてきたの？どこだっていいだろ。あんたには関係ない。うん、なるほどね。なんだよ。別に、私は学校の先生でも警察でもないから、あなたのやってることを咎める気はないわ。魔法の力をどう使おうと私の勝手だろ。魔女退治にしか使っちゃいけないっていう決まりはねえし、私たち魔法少女は魔女退治の報酬としてグリーフシードを手に入れる。グリーフシードは私たちにとって金の代わりなんだ。そいつを使って魔力を蓄え、食料や金をゲットする。至極自然なことだろう。まあ、考え方は人それぞれだが、他の魔法少女たちは多かれ少なかれあいつと契約したことを後悔する。願い事が叶ったのはありがたいが、死ぬまで魔女退治をし続けるってことに疲れてくる。でも私は違う。私にとって魔女は大切な獲物だ。奴らがグリーフシードを生んでくれるからこそ、私は自由に生きられる。だから、使い魔も魔女になるまで放っておくんだ。利己的ね。でも、すごく魔法少女向きの考え方だと思うわ。え、そんな反応されるのは意外だな。それとも皮肉か？違うわ。正直な感想よ。あなたには近々協力をお願いするかもしれないわ。なんだよ、気持ち悪いな。それまで死なないでいてね。それじゃ。ち、そう簡単に死んでたまるかよ。ソウルジェムが激しく反応している。この辺りに魔女の結界が。あれは人の列。部長のやつ、俺を散々コケにしやがって。その上クビだ。ふざけんじゃねえ。彼氏に振られ、会社もクビ。もうこの世に私の居場所なんかない。そうとも、俺の居場所なんか。こんな世の中、生きてたって仕方ないじゃん。魔女に刻印された人々。
みんな同じ方角に向かって歩いている。彼らが向かっているのはあの建物。あそこに魔女の結界があるのね。ここはどうやら町工場の中みたいね。あの人たち一体ここで何をしようというのかしら。ひとみちゃん、お願い、目を覚まして。この声は、ひとみちゃん、ねえひとみちゃんってば。まどか、かなめさん、なぜ。ほらちゃん、こんなところで何をやっているの。ひとみちゃんの様子がおかしくて後を追いかけてきたの。そしたら同じようにおかしくなっちゃった人たちが大勢いて。私たちこれからもっといい世界に旅に出ますのよ。よろしかったらあけみさんもご一緒にいかが。おむらちゃん、この人たち自殺しようとしてるみたい。自殺？ほら、あのバケツ、混ぜると危険ってママが言ってた洗剤、混ぜようとしてる。みんな準備はいいか。苦しむのはほんの一瞬だ。あっという間に楽になれっからよ。お前ちゃん、あの人たちを止めないと。みんな、みんな死んじゃう。あとはこれを外に捨てれば。時間は長くは止めておけない。マドカがいる以上、迂闊に解除できない。この人たちの時間は、もう少し止めたままにしておいて、先にマドカを安全な場所に。カナメさん、大丈夫？あ、ホムラちゃん、あれ、バケツを、みんなは？落ち着いて、バケツは片付けたわ。みんなは、今動けないでいるだけ。動けないって、まさか、ホムラちゃんの魔法？そう。あなたが安全な場所に行くまでは、しばらく止まっててもらってる。そんなことできるんだ。ホムラちゃんすごいね。ありがとう。でも、そんな悠長なことは言ってられないの。近くに魔女がいるわ。カナメさんは早く安全な場所へ。あ、うん。ホムラちゃんは一人で行くの？大丈夫？私は大丈夫。だから、あなたは安全な場所にいて。うん。ホムラちゃん、負けないでね。ホムラちゃんは一人じゃないから。さて、それじゃあ魔女を倒しに。結界は、あの扉の向こうに、強い気配を感じる。思ったと、魔女はこの部屋だ。空間が歪んでいる。結界ができつつあるのね。でもそんなのは関係ない。このまま奥に進み、魔女を叩くだけ。明美さん、トマイさん、工場の近くで反応があったから魔女の気配を追ってきたの。もしかしてあなたも？ええ。そうなんだ。よかったら一緒に戦わない？この前屋上で話したでしょ。私、明美さんに協力するって。命の恩人だしね。そんなこと別に気にしないでいいわ。でも一緒に戦うのは歓迎よ。よかった。それじゃあ行きましょう。
ちょっと待った、このあたしを忘れてもらっちゃ困るわね。あなたはミキさんなんてね。どうマミさん、似合います？あたしの魔法少女姿。ミキさやか。とは言ってもあたし初陣なんで、二人ともサポートよろしく。甘いわね。動かないで。どうでした？あたしの正義の味方っぷり。初めてとは思えないくらい良かったと思うわ。そんな褒められたら照れちゃいますよ。どうしたの羽村、顔が暗いよ。仲間が増えたんだし、喜んでくれてもいいじゃない。あなたって人、ちゃん、大丈夫？カナメさん、あれ、マミさんも一緒なの？さやかちゃん、さやかちゃん、その格好、まあ何、心境の変化っていうのかな。私の活躍、まどかにも見せたかったな。これからはこの町を守る正義のヒーローだよ。そんな、私が軽い気持ちで契約したとか思ってない？ひどいな、マドカ。簡単に決めたんじゃないよ。ずっと考えてたんだ。後悔なんかしないよ。たった一つの願いのために私、命を懸けてもいいって思えたんだ。さやかちゃん、そうね。今さら後悔してどうにもならない。どうにもならないのなら前に進むしかない。たとえ何が